パブロ・エミリオ・エスコバル・ガビリアは、コロンビアの麻薬王。エスコバルは、コロンビア最大の麻薬密売組織、メデジン・カルテルを創設し、麻薬王として、世界中に悪名を轟かせた。世界最大の麻薬消費国であるアメリカをはじめ、世界中でコカインを密売し世界有数の大富豪の一人に、上り詰めた。エスコバルの命令によって3000人以上の人間が、殺されたと言われている。 それを表す言葉が、sometimes, I am good, if, I say, a man dies, he dies that same day, である。そのため、コロンビアやアメリカでは、史上最も凶悪非常な野心に満ちた麻薬王の一人として知られている。大富豪であったエスコバルは自宅に飛行場動物園、施設軍隊まで所有していた。ボニーとクライドが乗ったとされる車や、 クラシックカーも所有していた。自身はコカインは一切足しなまず大麻を愛用したと伝えられる。パブロ・エスコバルの邸宅のエントランスゲート。セスナキは麻薬取引に使われたとみられる。メデジンの中流家庭に育った少年エスコバルは兄のロベルトによると頭が良く成績は学校で一番だったという。父は畜産業。 母は教師であったが、10代で破壊しよう盗んで母姫を、決して転売したのを皮切りに高校中退、犯罪に目覚め自動車等、強盗、誘拐、殺人に手を染め始めた。その後、コ会イン取引が金になることを知って、1970年代までにメデジンカルテルを築き上げた。1980年代、メデジンカルテルは販売ルートを拡大して、 ペルーとボリビアから持ち込んだ良質のコカインをメキシコ、プエルトリコ、ドミニカに売り込んだ。その後も販売ルートを拡大して南北アメリカ大陸や一部アジアとも取引するようになり、コロンビア政府やアメリカ政府と激しく対立するようになる。最盛期のメデジンカルテルは世界のコカイン市場の8割を支配し、年間最大250億ドルの収入を得ていたと、 見積もられ、エスコバル自身も、ホーブス氏で世界で7番目の大富豪として取り上げられた。エスコバルは、コロンビア政府やアメリカ政府の敵であったが、貧困層の住宅建設、サッカースタジアム建設などの事前事業に熱心で、無知で無学な貧困層を中心とした一部の、メデジン市民の支持を得て、彼らの英雄となった。だが彼の目的は、 自分を頼らせることで住民から情報を得て安全を確保することだった。また複合施設、アシェンダナポレスを建設し、恐竜の模型やカバなどの野生動物を入れた巨大な敷地を公開した。援助を受けたメデジン市民の中には、自ら警護役や見張り役を買って出て、エスコバルの身を関係から守る者もいた。1982年には、与党、 コロンビア自由党に所属する上院議員となったが、翌1983年にはカルテルとの関係が露見主職を追われた。1980年代後半、コカイン流入に頭を痛めたアメリカ政府は、エスコバルの引き渡しとアメリカ国内での裁判を条件にコロンビア政府と協定を結んだ。これに激しく反発したエスコバルは、プラタをプロもと称し、政治家、 役人、裁判官への贈賄工作を活発化させる一方、敵対者への暗殺、テロを観光した。1985年に発生したサハゲリラによるコロンビア最高再選挙事件はエスコバルの関与が噂された。さらに1989年、メデチンカルテルはルイスカルロスガランサルミエントラ大統領候補者3人の暗殺、アビアンカ航空機203便の爆破。 ボゴタの治安ビルの爆破などのテロ行為を実行している。そして、ライバル組織であるカリカルテルとの抗争も激化し、メデジン周辺は無政府状態に陥った。1990年、セサルガビリアが大統領に就任。彼は大統領候補時代に暗殺されかけたことから、エスコバルを恐れ、そして屈服してしまった。アメリカへの引き渡し制度を廃止し、 有罪を一つ認めれば、他のすべての犯罪は不問にするとした。この前代未聞の判断に、アメリカ大使館、国務省、大統領は激怒した。1991年、エスコバルは5年の服役とアメリカへの引き渡し期費を条件に、コロンビア政府と合意すると、ラカテドラル、または、オテルエスコバルと称される、エスコバル個人用の豪華な設備を備えた。 刑務所に収監された。エスコバルの部屋は、ベッドやソファ、ウォークインクローゼットまで備わるスイートルームで、他にも、サッカー場やディスコ、執務室さえ完備していた。監視や他の囚人さえもエスコバルによって選ばれており、危険などは全くなかった。警察は、周囲3キロ以内へ立ち入ることさえ禁止されていた。ラカテドラルでの生活は快適で、 エスコバルは今まで通りここから組織に指示を出し続け、豪勢なパーティーを開いては美女を呼んで乱行をした。メデジン市内にも自由に外出し、買い物やサッカー見物を楽しんだ。しかし1992年にエスコバルが刑務所内で2件の殺人事件を起こし、事件が表面化すると、さすがに、世論も、沸騰、及び腰だった政府も動き、 別の刑務所への遺憾が計画された。1992年7月22日遺憾の日、エスコバルは刑務官の前を堂々と歩いて、刑務所を出ると、遺憾先の刑務所に向かわず、そのまま目でチ死中に姿を隠した。パブロ・エスコバルの死体と、警察特殊部隊潜伏したエスコバルは、コロンビア政府、アメリカの諜報部隊、情報支援隊、カリカルテルに追われる身となったが、 独裁的なエスコバルの追い落としを目的とするロスペペスと称する闇のグループからも付け狙われた。ロスペペスはエスコバルの家族や手下300人以上を殺害してメデジンカルテルに大打撃を与えた。犯行現場には必ずロスペペスの署名を残したという。エスコバルは味方には多くの恩恵を与えたが敵対者を殺害する前に指を切り落とすなどの 残虐行為を犯したため、多くの人々の恨みも買っていた。その後、ロスペペスは、敵対するカリカルテルが組織したグループだと判明し、市民は、愕然としたという。しかしながら、ロスペペスの身元に関しては明確な証拠がなく、カリカルテル執事のものであるという確認もなく、軍と警察を支援していた、デルタホースの関与も取り沙汰されているが、審議のほどは明らかではない。 確かなのは争いが激しさを増す状況でエスコバルに身近な人々の殺害を積み重ねていくだけの組織的な実行力を備えていたということである。これらに関してはナショナルジオグラフィックチャンネルで放映されたシチュエーションクリティカルシリーズのハンティングパブロ・エスコバーでも触れられておりデルタホースの関与を危惧したアメリカ政府による懸念も伝えられている。 その後政府は、エスコバルの一部の家族の身柄を確保し、さらに1993年12月2日、コロンビア国家警察直下のコロンビア治安部隊の電波調査班が、メデジンの中3階級住宅街の隠れ家から、息子と携帯電話で通話するエスコバルの居場所を突き止め、治安部隊の特捜チームが突入して、屋根の上に逃れたエスコバルに、一斉射撃を加えて殺害した。 44歳没。エスコバルの足と背中、さらに耳の後ろに致命傷の銃弾痕が残っていたという。なお、密かに出動していたデルタフォースの狙撃手がエスコバルを仕留めたと信じる者や自殺したと信じる者、さらには射殺されたのは別人でエスコバルは逃走して優雅な生活を続けていると信じる者がいる。エスコバルは死によって伝説化され、今でも メデジンの英雄として辛抱する者が多い。エスコバルの妻子は敵対者の報復を恐れて、各地を転々としたが、現在、名前を変えて、アルゼンチンに住んでいるという。発掘に反対していた母エルメルダガビリアの死後2日、たった2006年10月28日、エスコバルの遺体が、老いのニコラス・エスコバルの要請で掘り出され、DNA の採取、鑑定の結果、遺体が実際に、 エスコバルのものであったことが確かめられた。エルティエンポ氏の報道によれば、エスコバルの戦災マリア・ビクトリアは、ビデオカメラで発掘を記録していた。家族の何人かは、エスコバルが自殺したと信じていた。エスコバルの死後、メデジン・カルテルは分断され、そのリーダーたちも1990年代半ばまでに、殺害、または逮捕され、現在、コカイン市場は、 ハリカルテルの支配下に移っている。エスコバルなき現在、コカインの単価は低下し取引量は増加の位置をたどっている。アシェンダナポレスはコロンビア麻薬取締局によって差し押さえられたが、その後放置され、後にテーマパークとして再開発された。エスコバルの死後、彼が作った施設動物園は解体されたが、 アメリカから持ち込まれた4頭のカバは運搬が困難などの理由で現地で放置された。このカバはマグダレナ川の自然条件下で繁殖を続け、2034年には最大1400頭前後にまで増殖すると見込まれている。2021年現在、個体数の調整の是非が地域の中で議論されている。ありがとうございます。